よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、オホーラという韓国生まれのネイルシールブランドのコラボインスライブとなっております。よろしくお願いします。あ、中国で見てる人もいるよ。お、すごい。中国からこんにちは。こんにちは。こんにちは、こんにちは。韓国語がやっぱり多いね。で、コメントも拾っていきますので、皆さんぜひ何かあのさくらちゃんに聞きたいこととかあれば教えてください。さくらちゃんかわいい。韓国の方に聞きたいです。これ有名なのか。あ、知ってる。韓国の人みんな知ってますか。ハッサンドイプレンダーセヨプロブ韓国コンで。すごい、みんなちゃんと韓国語喋れる。すごい。じゃあ任せたわ、韓国の返事は任せたわ。知ってる人いるかな。知ってる人でも結構いると思うんですよね。でも本当に有名なんですもんね、これ、はい、今大人気の。はい。で、やっと日本に初上陸してまいりました。やっぱ知ってる。え、でしょ。結構みんな知ってるよ。あらよ。使ったことあるって。使ってるって。有名って言ってます。めちゃめちゃ有名だって。でしょ。で、何がいいって、まあ、ざっくりちゃんと説明しますけど、デザインがよくできてるの。いや、でも本当に韓国のやつだからかな。めちゃめちゃ可愛いですよね。デザイン最強に可愛いですよね。なんかこういうネイルのシールのやつって結構デザインの種類もあんまりなくて、うん、なんかあれなのなんかあれなの。わかりますよ。なんかサロンに行った方がいいじゃんって思ってたんですけど、とかなんかすごい、うん、やたらすごいゼブラ柄だったり、すごい水玉模様でも八重のびっくりみたいなやつだったりするからそういう感じじゃなくって、ちゃんとっていうかネイルストさんがちゃんとデザインしてるんだと思うの。あ、なるほど。これはフットネイルです。はい、フットネイルの一番人気のデザインですよ。はい。で、ちなみにオホーラ公式サイトもオープンしてて、まあ後ほどね、あのさくらちゃんのストーリーでもアップしていただこうと思ってるんですが、あれですよ、400種類もデザインがあります。そうなの。だからどれか当たるわよ。確かに400人も男いたらどれかがいいのいるでしょ。一緒よ。48人くらいいてもいいの1人くらい、11人いても1人がいるんだから。はい、そうです、ごめんなさい。でも、あ、やっぱりセルフネイル諦めてたからオホーラ革命だったって。え、そうなんですよ。まあ、ちょっとどんなものかと言いますと、はい、じゃあ私先に、で後でさくらちゃんにもやってもらおうと思いますけど、私も一回先にこう紹介しますね、はい、そんなにあるの。オフィスでも平気なデザインありますか。あります。め、全然あります。全然ある。あの、ただのフレンチとかもあるし、ちょっと小指だけなんかデザイン効かしてるとかもめっちゃあるんで、すごい可愛いですよ、うんうん、はい、こちら僕が今から使うのはこっちですね。僕はあの今さくらさんのライブをつい最近までされてたので、ジェルネイルが手についてしまってるので、お手手は私があの試しにやってみますね。あとでフットをします。私ははい、じゃあやってみたいと思います。はい、こんな感じにね、こういう風になってますシールは。そうで結構入ってるね、ほら、どれぐらい入ってる。これがね、結構入ってますね。結構入ってます。32個入りです。こんな感じ、はい、じゃあダラダラとやっていきますね。じゃあ見ててよいしょ。へー、すごい。そう、なんかシルになってるんですよ。なんかちょっとなんか昔のグミみたいよね。かわいいので、これをさくらさん大好き気になってからだから楽しみって。セルフネイルしますか。いや、私ネイル普段あんまりしなくて、なぜかというとジェルネイルって3時間ぐらいかかりません？かかる。そんな気になればスカルプとかだとね。そう。え、ジェルネイル普段しないんですか。じゃあ、なので韓国にいた時はカムバックの時とか、あと今回やっぱコンサートがあったので、そういう大事な。カムバックって何。カムバックっていうのはアルバムを出すことです。え、カムバックって言うの。何それ何それ何それ。私知らなかった、ごめんなさいごめんなさい。私まあまあ韓国の知らなかったですか。曲聞くよ。でも、あ、カムバックってそういう意味なんだ。そうです、そうです。チャートとか見てもカムバックカムバックって言うじゃない。あ、 それはな、帰ってきたみたいな。あ、そういう意味で韓国ならでは苦手ですね。そうです、韓国ならでは。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、じゃ大事な時だけやってたんですよ。あ、まあ仕事の時ね、はい、っていうか、なんかオフするのも大変じゃないですか。そうね、めんどくさいのよね、意外とね。だからこれは本当に革命だと思いました。ね、すごいいいですよね、うん、あの自分で簡単に、後でね、オフの仕方をね、みんなね、よく聞かれるんで、同じホテルで同じメンズの方が面白い。あのね、若干違うね、場所は。昨日と違います、メンズは一緒だけどね、この人たちなんでこんな毎日同じことやってんの。ごめんなさい。そうよね。仕事上年中禁止だから、あ、そういう人にもいいですよね。あー、確かに。すぐオフできるんで、要はマニキュアしかできなかった人が、こう、ジェルネイルができるっていうのは本当にいいと思います。で、こうなんか、あと喋りながらダラダラできるのもいいですよね。
楽しいですよね、こういうの。今やっぱ、はい、おうち時間とかが多いとか、そう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 、長いし、言うたってね、あのまん延防止が出てるので、つけてる姿見えにくいらしいです。はい、わかりました。前行くわ。前目こういう感じよ、こういう感じに、こういう感じにやるの、こういう感じに、でこういう感じに、でバッファーヤスリでこうやって取っちゃうの。行くわよ、こういう感じよ。そしたらこうやってペロンってめくれるの。おー、あ、ここしくじっちゃった。私もうごめんなさい。ごめん、あ、ハサミ貸してください。ごめんなさい、ありがとうございます。ハサミでこれを切って、余分なところは、余分なところはね、バッファーというか本当はハサミで切るそうです。はいはいはい。オホーラの公式からコメントが来たって。あんたこんなに来てるんだったらもう見えないわよ。本当に無理よ。ごめんなさい、無理とか言っちゃった。はい、こんな感じで、あとは、はい、こちらの、ね、このさ、UV ライト爆安だもん。え、これしかも。1800円ぐらいで、無限は言い過ぎだけど、LED なのでずっと使えるんですよ。で、アホみたいにとか言わないの。すごい。すごい軽いから、こうやってこうやって。軽いから、そう。持ち運びもいいですよね。そうです、そうです。で、15秒から30秒ぐらい硬化するとフィニッシュです。で、そしたらもうジェルみたいに、パキンと固まります。はい、すごいよくできてるのよ、本当に。はい、みんな手軽です。ハンドクフの、ごめんなさい、でも中国の方よね、本当ごめんなさい、中国の方だから、なんかニュアンスでわかるわ。一個可愛いです。この上の方も可愛いですよね。白の、本当だ、白いやつもめっちゃ可愛い。え、じゃあやっぱ自分でネイルしないからこそこういうやつあればいいですよね。いや本当に、あ、しかもオフするのも楽じゃないですか。そうなんですよ。だから本当にいいなと思いましたね。はい、こんな感じで固まるとパキッと固まります。おお、こんな感じ。見て、取れないですよね、しかも。そうです、僕ね、前もやってみてましたけど、2週間弱は取れないんで。おお、もう本当にあの通常のジェルネイルと一緒です。でオフするときは自分で持ってる除光液でも僕はいけましたけど、一応除光液オホーラ全用のリムバーが売ってます。で、簡単そうでいいね。そうなの、剥がれにくいです。大丈夫です。剥がれにくいの。で、これを、剥がれにくいのはすごい。トゥントゥンってして。水でも大丈夫ってことですよね。だから手洗って。そうです。手洗っても。まあ、たくさんね、水仕事が多い人はね、ジェルネイルと一緒ですね。で、ここのね、根元にね、こう垂らしていくの、こう。さっきのリムーバーを。ちょい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 ってこう、ちょい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 ってやっていくのよ。よいしょよいしょ。こうね、一滴ずつこう入れ込む感じ。ジェルの間に。そうすると、よいしょ。こう、ビョンって、ビョンって、こうやって、さらっと、さらっとね、こう、つきたてだからね、ちょっと硬いんだけどね。こんな感じです。トローンって取れるの。ほら、楽で、ほら、爪がね、そんなに、こう、痛まないのいいですよね。ベロって。ジェルネイルしたら。そう、薄くなったりするからね。痛むからね、めちゃめちゃ痛んでるので、ね、そうなんですよ。ネイルシールなんで、やっぱりさらっと取れるのも魅力のポイントです。です。です。わかりました?皆さん。はい。はい、さくらちゃんかわいい。かわいいはわかった。何よ、ネイルのことも話して、ネイルのことも話して、ネイルのことも話して。あと、サイズがいっぱいあるのが、私結構爪が小さいんですけど、結構、それ超かわいいよね。これすごいですよね。じゃあやってみましょうかね。はい。せっかくだって、ね、やってみます。はい。でね、本当のフローは私が結構雑にやってましたけど、開けたらまず姉さん、ここにこれがあります。じゃん!アルコールバット!はい。まあ、一応、あの、爪の油分を拭いてから貼った方がより、つきやすい。そうです。つきやすいというか、剥がりにくくなりますね。はい。いくらですか ?1300 円一律です、デザインはすべて。え、合ってるよね ?1300 円。1300円。1300円、ネイルは1300円です。はい、1300円って、いや、だってウォンだっていくぐらい、13000ウォンぐらいです。でも前後してます。たまにストーンがついてるやつとかちょっとだけ高かったりしますけど、それが1万とかになったりはしないので安いんですよ。ジャパネット高田みたい、わかる。私でも大人。はい、こっち側ですね。そうです。はい、はい、で、そう、なんかグミみたいよね、本当に。うん、でペタッと貼り付けて、おお、え、かわいい、てかデザインがかわいいですね。ちょっとこれどうやって見せる。ちょっと一瞬このモニター抜きます、ごめんなさい。ちょっとどうやって見せる。
足綺麗ね、あんた。なんか恥ずかしい。はい。こういう風に。まだ切ってないですけどね。ペターンと。え、このデザインが可愛くないですか？愛してるさくらさんって。本当？足で？足。足よ、あんた。本当？何を言ってるの、本当に。はい、美しいつま先。いや、わかる。ありがとう。はい、昔のグミみたいが笑った。買います。あ、ありがとうございます。はい。っていう感じで、今、貼れたので、カットします。カットします。そう、よくできてない？本当に。本当に。本当によくできてるの。あ、で、姉さん、姉さん、この縁をピッピッピッと、はい、ピッ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 と押さえてくれれば OK ですよ。そうなの、本当によくできてるの。いけましたか？はい、男が使ってもいいですか？私は一応男です。はい。男でも女でもないけど、はい。でも男の方もペディキュアだったらいいですよね。いいですよね。あとメンズライクのデザインもあります、ちゃんと。まあ、400種類もあればね。確かに。そう、ピッピッピッってあんた上手ね、私より。うん、すごい上手。ちょっと待って、寄ってあげる。すごい上手。もうだって綺麗にできてるよ、ほら。まだもうほぼライトはしてないんですけど、ほぼ出来上がり。ライト前、こんな感じです。デザインも可愛いな。ね、本当にそうよね。デザインがすごい可愛い。デザインも可愛いですね。はい、よいしょっと。本当にジェルしましたって言われてもわからないぐらい。そうなんですよ。で、ライトします。ネットで買えますか？買えます。楽天。フッと塗るのめんどくさいからシールでいいかも。わかる。マニキュアシール自分で塗ったことあります？フッと寄れません。え、てかもう全部私無理です。でもなんか雑誌の撮影とかで塗るじゃないですか。はい、はい、待ってられないんですよね。いや、そうなのよ、あれ本当に。そう、めんどくさがりでせっかちなので待ってられなくて。私も無理なのよね。そうなんですよ。あの、しかも手使えなくなるもんね、片手。そうなんですよ。そうなのよ。だいたいテレコでやらなきゃいけないから、もうスマホがはめれないし、なんか見ながらやるしかないよね。ネイルはでも爪が綺麗だとやっぱ上がりますよね。可愛いですよね。自分で気分が上がる。いや、そうですよね。はい、お、交換しました。出来上がり。ジェルのぷっくり感、ジェルのぷっくり感出るのよ。ちょっと見せてあげるね。はい、もう一回いきますね。いや、ごめん、足をね。足をほら、このぷっくり感は出るんです。はい、出ますよ。つけて、もう本当にこのね、普通にジェルネイル、これがさ、普通にぷっくりしてんのよ、ほら。あ、ちょっと分かりづらいね、画面だと。もう買ってみて、あんたたち。楽天で買ったね。楽天とか、はい、公式サイトもあります。はい、はい、っていう感じで。本当に楽ちん。そう、自分でもできそう。え、本当に自分でもできますよ。私本当不器用なんですけど、本当に楽です。はい、貼って切ってライトして終わり。そうです、貼って切ってライトしたらフィニッシュです。可愛い、デザインが可愛い。そう、デザインがすっごい可愛いのよ。綺麗です。買います。自分でもできそう。あ、そうなの、自分でもできるよ。でも本当に韓国ですごい流行ってるんですよね。そうです、流行ってるし、すごい、てか人気で、もう流行ってるっていうか、みんなこれに。あ、やっぱそう。なんかジェルネイルいらずだし、韓国の方たちってちょっとせっかちじゃない？いい意味で。私もだけど。なんで、あの、待つのね、待つの大変だから、自分のペースで自分でできるっていうのはすごいいいですよね。はい、さくらちゃんが関わるだけで売れますって。え、そうなの？ありがとうね、ありがとうね。はい、オホーラの方、なんかコメントしたのかな、公式の方。楽天でなんて検索したらできます？オホーラで出てきます。オホーラで出てきます。なんかでも、公式サイトの方が検索しやすいです。あのデザインが。うん。楽天だと楽天なんで。本当に取れないですね。え、全然ほぼ取れないよ。それよくできてるんだよ。オフってみるんじゃ。はい。一回オフりましょうかね。これをこのデザインも可愛いですね。いや、いや、あなたもいいとこ言うわね。そうなの、こういうさ、リムーバーとかまでちゃんとおしゃれに作れるのってやっぱ韓国のブランドよね。ちょいちょいってつけて、はい、ちょっと分かりづらいね、分かりづらいね。またそうそう、あ、そんな無茶しないでね。ゆっくりよ、ゆっくりよ、ゆっくりよ、ゆっくりよ。いや、あなたの爪が、あ、もう一回入れるの、もう一回入れるの。ゆっくり、優しくよ。バッて行こうとしないで。優しくよ、ゆっくりよ、ゆっくり。あ、そう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 、爪が、ね、痛まないよね。ゆっくりよ、はい、優しく優しく優しくです。さくらちゃん、今日何食べたって？今日はそんなのあのあれです。何？トリュフのポテトチップス食べました。ね、あなたさ、昨日の夜からなんか食生活死んでない？なんかすごいとんでもない時間にご飯を食べて。昨日はちょっと遅かったので。え、今日は1食目トリュフのポテトチップス。え、やばい、あんた大丈夫？もうちょっと野菜とか食べなさい。え、食べました。取れました、取れました、取れました。サクッと取れました。え、大丈夫でしたよね。さらっと取れますよね。はい、本当に。はい。でもやっぱ、
UV でか、まあ、固まってるのは分かりますね。さっきのシールとは違う。そう、シールと違って、こう、そう、出来上がってるものはね、結構固まってて、あ、ぷっくり感は分かるんじゃない？それだと。こんな感じよ。爪1枚分ぐらいのね、厚みはしっかりあるんで。本当にちゃんとジェルネイルって感じです。はい。すごくよくできてるんですよ、本当に。さかりちゃんかわいいって。もうちょっとさ、あなたたちさ、こう、話し合える感じのコメントもちょうだい。よろしくよ。今から、今見始めた方もいらっしゃる。あ、そう、今見始めた方のためには、あの、オホーラというブランド、あの、このネイルシールブランドのコラボインスタライブをお届けしております。このね、ちなみにこの僕がお手手にさっきやってたやつは、日本限定ブランドです。日本初上陸の記念で。はい。あ、デザインが、はい。これは日本でしか、そうですね、日本でしか買えないやつです。私はチャプチェ食べたって。わ、はい、いいなぁ。さくらちゃんかわいい。さくらちゃん、食生活死んでるやん。さくらちゃん。今だけです、今だけ。それ売って、あ、買えます。オホーラですか。はい、オホーラです。肌きれいにするお話。あ、あひろみさんかわいいって、それ何？あんた間違えてるわよ。LED ライトはいくらですか？ LED ライトは1800円ぐらいだった気がする、私が見たとき。なんかね、とにかくね、1デザインプラスデザイン、LED ライトセットで3000円っていうセットがある。大丈夫よ、あとで言うとこは。はい。大丈夫です。セットで売ってるってことですか？セットでも売ってるし、もちろん単品のネイルシールだけでもガンガン売ってますよ。はい。わかりましたね。さくらちゃん使ってるの買いたい。私はフットネイルなのでいいです。ホコーラ違う、オホーラホコーラホコーラもう本当に。何ネタなの？狙ってこないで、狙ってこないで。はい。オホーラね。はい。私はこれでね。はい、ちゃんとご飯食べてねって、頻繁してる素敵。オホーラですね。ちゃんと食べてます。今ちょうどオフしたばかりなんですが、シールが少し爪に残りました。どうすればいいでしょう。あ、そういう人はですね、こういう中に入ってるこのアルコールパッドでキュッキュッキュッって拭くとより綺麗に取れます。すごい。シューチェエクサンジェルルエクシス。はい。何この。コミュ障とコミュ力お化けが出会う世界線ってどういう意味？これ、あ、ジェルも 60% 含まれてるんですね。そうです。ああ、だから。ジェルネイル、ほぼジェルネイルなんです。だから。はい。すごい。はい。さくらちゃん、ポニーテールがすごく可愛いですって。ありがとうございます。え、歌ってって、それはもうお金払いなさいよ、あんた。いい加減にしなさい。お金取るわよ。休みの日何してるんですか？あ、僕もさっき聞いた、そう、休みの日とか、まあ日本にいるとき、韓国にいるとき、どんな感じだったんですか？韓国にいるときはもうメンテナンスデイだったので。あ、ね、忙しいんだよね、多分。そうですね、なんでも。え、どれぐらいのさ、ライフサイクルなの？週1ぐらいは休めるんだよね。いや、忙しいときと忙しくないときの差が。あ、そうか、カムバックしたときとかは、めっちゃ。毎日もうあの日のなんか感覚がなくなります。なんか今って何日を生きてるっけみたいな。あ、もう毎日忙しすぎてね。あ、ちゃんと休んでますかって。あ、心配してくれてる。全然、うんうんうん、コンサートがね終わったのですよ、コンサートは。あ、だから、あ、そっか、今は結構ゆったり働いてる。今はタイミングなのね、はい。え、そんな中でのじゃ休みだからやっぱ忙しいともうあれですか？もうそうですね、皮膚科行ったり歯医者行ったりね。皮膚科って何してるの？どこまで聞いていいかわからないからさ、私もマネージャーさんに怒られたら怖いからさ。一応聞こうかな。韓国行ってた時はなんか、うん、私の肌の感じを見てくれて、うん、あ、じゃあなんかあなたに合うのしてあげるって言って何も言われなくて何されてるかわかんない。嘘でしょ、丸投げじゃない。でもすっごい綺麗になりました。いや、そうですよね、はい。いや、まあようか迷いましたけど、すっごい綺麗になってますよ。本当になんかコラーゲンのパックみたいなのしてみたいなのがレーザーで、何をしてもらってるかわかんないんですけど。でもやっぱレーザーとかも効きました？効きますね。ああ、やっぱね。でも、うん、でも毎回はできないんで。百聞は一見にしかずですけど、本当に綺麗ですもんね。へ、だから赤くなったりするレーザーとかもあるから、その毎回はできないけど本当に綺麗に、はい。そう、分かる。何されてるの分からないの怖くないですか？そう、でもあのみんなが行ってるところだったので、メンバーとかが結構信頼はできるところですよ。私が分からないのあんまり、その何がいいとかが。あ、なるほどね。自分のなんかコンプレックスな皮膚の部分を言って、うんうんうん、やっぱ悩みがあるところが、ここのシミが気になるよとか、ここのたるみが気になるわとか。まあでも24ですよね。23です。だからまあ若いは若いですよね。でも早めにしとかないと
そうなのよ。そうですよね。いや、僕も賛成派。うん、韓国の、あの、オンニに言われた。絶対に、ヒロミちゃん25ぐらいからはもうスタートって。もう早ければ早いほど。アンチエイジングですよね。そうだ、なんか、もう始めた。なんていうの、あの、老化の波が緩やかなのよね。うん、下り坂が。どうしても老化はしていくけど、緩やかに下っていくといいって聞きましたよ。服が可愛い、さくちゃん。どこの服ですか？どこの服ですか？リリー・ブラウン。リリー・ブラウンです。合ってたよね。はい、合ってました。レディー・ブラウンのお洋服だそうです。セットアップです。はい。わかる、すごいわかる。ね、なんでそんなに色白いんですか？そうなのよ。私もね、別に黒くないんですけどね。それ何？お母さんはでもめっちゃ白いです。あ、そうなんですね。私より白いです。なんか美白点滴が効きましたとかではなく、普通に白いんですよ。美白点滴私はわかんないんですよね、まだ。ああ。本当なのかなって思ってるタイプで、私はあんまり。あ、やってもないんですよね、全然。あ、まあ、そう。ですね、あんまり。へえ、でもまあ、でも日焼け止めでしょ。まあそう、あと外に出ない。あ、そうね、ゲーム好きだしね。夜が主戦場でしょ。だって昨日もすごいごすごい時間にご飯食べるから。はい、ありがとうございます。オホラの話よね。そんなことないよ、オホラもお話もやってますよ、もちろん。はい、でもなんかいろんなお話聞いた方が楽しいんじゃない、皆さん。初見です。はい、ありがとうございます。このオホラの、はい、セルフジェルネイルシールの、はい、もう一回ね、ブランドのコラボライブです。もう一回ネイルやる？じゃあやろう。じゃあもう、あ、見せるだけ。やる。やる。はい、やりまーす。はい、私じゃあ、じゃあ、おのおの私たちもやるわ。オッケー。じゃあ違う。楽しいですね。いろんなのが、それ、あれです。ちょっと足、あ、じゃあ、でも分かりやすいよね。爪のやつを。で、足のネイルが今すごい売れてるんだって。あ、そうなんだ。足ってほら、お金かけてさ、その、1万、2万ぐらいはしちゃうから、ジェルネイルだと。だから、それは自分でやりたいわって人が多いみたいよ。あと、夏なんで、やっぱ、サンダルとかね。うん。履く機会が多いので。ね、なんかね、やっぱ足までね、油断してるとね、なんかね。かわいい。ブラとパンチ、ちぐはぐな女みたいになっちゃうからね。足もちゃんとやるのよ。これ、これ。それ、めっちゃ可愛かったですね。これめっちゃ可愛いですね。べっこ飴みたいなデザインなの。これが、そうそうそう、デザインなんですよ。はい、こういう、ああ。こういうね、親指だけべっこで、これめっちゃ大人の。他の指はね、グレーで。そう、可愛い。私、じゃあ、ババアとかこれですよね。そこ、いや、ちょいババアだからごめんね。私、あんたよりちょいババアだから。あんたと10ぐらい違うから。いや、ほんとよ、32歳よ。だって私、あなたがデビュー当時からいるわ。はい、はい、足の爪やりたいよね、わかる。はい。あ、気になってましたって人もある。ストーンのやつもあります。